ご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品は、野村鼓童作「銭形平次捕物控え」より「用心棒」。この作品は昭和27年1952年オール読み物10月号に掲載されたものです。それでは本文をどうぞ。第一章。親分、折り入ってお願いがあるんですが。ガラッパチの八五郎は柄にもなく膝っ小僧をそろえて、こう肩を下げながら小笠原流の貧乏ゆるぎをやってみせるのでした。心得てるよ。言い訳に及ぶもんか。その代わり担当はねえが。銭形平次は後ろ斜めに障子の隙間からお勝手をのぞいて、そこで晩の支度をしている女房のおしずに何やら合図をするのです。それを見るとおしずは心得たもので、帯の間から財布を抜いてそっと平次の方へ滑らせました。親分子分の間でも切り出しにくいことを切り出した八五郎に少しでも恥をかかせまいとする、それは貧乏慣れのした無言劇パントマイムの一コマだったのです。冗談じゃありませんよ親分。八五郎は膝の上へ置かれた女物の財布を見ると紐をつぶして二つの手のひらを振りました。八つ手の葉っぱのような大きい手が互い違いに動いて、くつろげた胸毛のあたりに秋風を吹き起こそうという素晴らしいジェスチャーです。本当に冗談ほどしか入っちゃいねえよ。遠慮することはね、取っておきなよ。あっしはね親分、お小遣いが欲しくて来たわけじゃありませんよ。はばかりながら金なんざ小判というものを馬に食わせるほど持っていますよ。そいつは豪儀だ。恥をかかせてすまなかったね。いずれそのうちに小判という灰羽を置くおしろいをつけたまでも見せてもらおうか。まあそれほどの景気だと思ってくださいよ。あっしのお願いというのは大したことじゃありませんがね。お小遣いでなきゃおめえを資格に座らせるのは何だい。他じゃありませんがね、あっしに用心棒に来てくれといううちがあるんで、長い間じゃねえ、ほんの半月もすりゃ体の空くことで。まさか賭場や興行もんじゃあるめえな。そんなもんじゃありませんが、ただ少しばかり。八五郎は小瓶をポリポリと書いて言いしぶるのです。何が少しばかりなんだ。まさか金の番を頼まれたわけじゃあるめえね。金の番なら威勢よく断りますがね、何しろ相手は人に物を頼んで嫌とは言わせねえ人間なんで。どこの殿様だいそら。悪こと地頭とは言うが、そんな野暮な得手もんじゃありませんよ。親分もご存知でしょ、干物町の西荻区師匠。ああ、あらいげねえ、あらおめえを取って食うよ。よすがいい。銭形平次はもってのほかの顔をするのです。もっともそれは全く危険な女でした。踊りも上手、女っぷりも非凡、世事愛嬌も申し分なく、それよりも男を引きつける不思議な魅力があって、この女に接近する者はどんなに同心嫌悪でも最後には他愛もなく虜にされ、金も正気も食らい尽くされて蜘蛛の巣にかかった羽虫のようにカラカラになって放り出されるのだと言われております。でも西荻区師匠は言うんですよ、私は八丁嵐だの殺生石だのと嫌なあだ名を取っているけれど、私から男を誘って騙したわけでも何でもなく、男の方から私に言い寄って頼みもしないのにおかみさんを追い出したり、欲しいとも言わねえものを買ってくれたり、散々なことをした上で世間を狭くしちゃ私を恨むとね。なるほど、いろいろな理屈はあるもんだな。近頃は私の命を狙うものさえあるから気味が悪くってかなわない。矢相撲の大関まで取ったといういとこの純八を用心棒に頼んであるが、あいにく親のようで伊勢まで行ってしまったから、その留守中だけお願いしたいとこう言うんです。おめえをよくよく無事な野郎だと思っているんだろう。金のねえのは分かっているが、口説きそうもねえと思うのはそらとんだメガネ違えだ。お、西荻師匠にそう言うがいい。
そんなバカなことは言えやんせんよ。何しろ師匠のほかにはお咲という下女が一人、これも狼連の逃亡や悪さに怯えて尻をもじもじさしているから、いつ飛び出すかわからねえ。お願いだから来て泊まってくれ。決して親分を困らせるようなことはしねえからと。呆れた野郎だ。それでおめえは受け合ったのか。銭形の親分が承知してくれさえすりゃと言ってきましたよ。承知するもしねえもね、何をしようとおめえの勝手だが、あんな女と関わり合いをつけるとおめえがますます縁遠くなるばかりだから、それを心配しているだけのことさ。逆さまに降っても雫も出ねえおめえのことだから、まさか欲得づくや色ごとじゃあるめえ。だからあっしがなどと、八五郎はとうとうこの事件に乗り出してしまいました。第二章。五六日たったある日、八五郎はふらりと明神下の平次のうちへやってきました。お盆が済んで、お月見が済んで、世界はすっかり秋、赤とんぼと虫の声と下町の風物もなんとなく物さびます。すっかりご無沙汰いたしました。あれ、大層折り目正しいんだね。師匠の押し込みかい。ああ、そんなところで今頃は蜘蛛の巣に引っかかった虫みてえにカラッカラにされているだろうと思ったら、嫌に油が乗って元気そうじゃねえか。餌がいいんですよ、親分。あっしに逃げられちゃ底辺と言うんで、朝からおかもちが入る景気で。八五郎は大きく身振りをしてみせました。それでまだ口説かねえのか。冗談でしょう。あんな女は見かけや評判よりは家庭人間で、本人に言わせると私は弱気で人間が甘いから、男に何か言われると思い切って振り切れないからとんだ目に遭うんですって。まあいい。ところで何にも変わったことはなかったのか。ありましたよ。まず何より気のついたのは、たった4日の間にあの女を横立て十文字に見極めて、あんなに大勢の男に騒がれるのも無理はねえと思いましたよ。女の目利きにかけちゃおめえは全く本阿弥だ。顔は大したこともねえように思いましたが、そばへ行ってみるとほんのり五光がさして、あの顔の奥にもう一つ本当の顔があるような気がしますよ。ありがてえ仏様のご開帳などで拝むとそんなことがありますね。平次は黙ってしまいました。八五郎の賛美は少し宗教的になっている様子です。目鼻立ちがはっきりしているくせに、いつでも霞が立ち込めたような顔ですね。にっこりすると浅い片えくぼが浮かんで、物驚きしたような明け目が黒々とこっちの胸に食い切ります。それよりすげえのはあの声ですね。ことに笑い声は人の心をかきむしりますよ。少しはすっぱで下品な声ですが、甘くて有頂天で人をからかったような響きがあって、横面を殴りつけるか首っ玉にかじりつきたくなるような声です。物騒だな。おめえはそれをやらなかったのか。大丈夫ですよ。そんな気が起こった時は実手の先で自分の脇腹をこじる。変なまじねえだな。小作りでキリリとして弱そうですが、恐ろしく身軽ですよ。踊りで鍛えたせいですね。そのくせ骨細でよく油が乗って。そんなシャモは安くねえ。平次もこの八五郎の来参に少しうんざりしました。あれじゃあ随分罪も作ったわけですね。時々嫌がらせをされたり脅かされたり、いたずらをされるのも無理はありません。本人のさよぎくは、私は男を捨てた覚えはない、みんな向こうで手を引いたんだと言いますが、金がなくなったり次のいい男ができたのを見せつけられると、いつまでも食い下がるわけにもいかないでしょう。ところでどんな男がいたずらをするんだ。で一番にヤクザの又五郎、ちょいっといい男ですが、小博打を打つよりほかに芸のねえ野郎で、さよぎくに夢中になって散々税を尽くし、今じゃ八方に踏切りをして世間へ顔向けもならねえ姿になっていますよ。ほかには藤屋万兵衛という地主、さよぎくに打ち込んで50いくつから踊りを始め、女房は怒って逃げ出し、娘やせがれもあまりのことに親父と所帯を別にして、近頃は角の地面も手放し、町内付き合いもできなくなってしまいました。3人目は浪人の石沢金之助、元は小藩の
留守居の下役人ですが、左右菊に入れ上げて半金を使い込み、切腹を仰せつけられるところを格別のおじきで追っ払われた四十男、他に左右菊のうちの隣の酒屋、伊勢屋の若主人友吉、これも底辺なのぼせよでしたが、女房のおとりのやきもちがしどくて、いまだに揉め事が絶えねえということで、大層な働き者だな。他にも左右菊のためにお棚をしくじったり、新書をいけなくしたり、世間へ買い向けのできなくなった男が幾人あるか分かりません。地物の達者なのは、花魁形成よりも偉いことをやりますね。左右菊はそんなに人を破滅させて、金でも取り込むのか？とんでもねえ。贅沢の足しにはなるでしょうが、左右菊の身にはつきませんよ。男は女に夢中になると、家業を底抜けに怠けた上、家内や奉公人にも勝手なことをされ、自分の見栄や贅沢に金を使って、あっという間に心象をいけなくしてしまいますよ。本人の左右菊は、それで恨まれちゃ魔尺に合わねえと言いますが、さあ、どんなもんでしょう。ところでおめえは何を入れ上げた？あっしゃ肌感までどこへ転がしたって怪我はしません。それに左右菊はあっしに天山門一つ取らせねえように、そらそら気を配りますよ。八五郎はまことにいい気持ちそうです。それだけのことなら何もおめえを用心棒に呼ぶほどのことあるね。縛っても叩いても金っ気の出そうなおめえじゃねえ。見くびっちゃいけません。金っ気と色気はねえが、腕の方は確かで。八五郎は思いのほかたくましい腕を叩いております。どんなことをやらかしたんだ？さよぎくが町の家へ行くのをそーっとつけていって、暗がりから飛び出して強引に口説こうとする野郎を踏んづかまえると、これがヤクザの股頃で、散々意見をして逃がしてやりましたよ。おめえに意見を言われるようじゃ、なるほど、落ち果てたもんだな。塀の節穴から大肌脱ぎで化粧をしている左右菊をしつこく覗くのがあるから、そっと表から回って脅かしてやると、それがなんと浪人の石沢金之助じゃありませんか。足が咎めると覗いたがどうした、覗かれるのが嫌だったら節穴を念入りに塞いでおけという逆ねじだ。日本雑誌の恥を知らねえのは手のつけようがありませんね。もっとも明るいうちから縁側に出て大肌脱ぎで化粧をする左右菊も少し悩ませすぎましたがね。おめえに見せるためじゃなかったのか。なんとも言えませんね。それから宵の口に左右菊のうちへ節分の豆ほど石を放り込むやつがあるから、怒鳴りつけながら追っかけると、くせ者はもんどり言って下水に落ち、方法の手で逃げ寄せましたよ。その正体は当年とって55歳の藤谷万兵衛の落ち果てた姿だから、おなった足の方が情けなくなりやしたよ。伊勢屋の友吉というのは何にもしなかったのか。これはまだ金もあるし、左右菊の方でも夢中だから、そんな嫌がらせなんかやりません。もっとも若い女房のおとりは吉芸じみたやきもちで、これは火ぐらいはつけかねねえでしょう。何しろ八方の敵でどこに伏せがいるか、干物町一帯うっかり歩けませんよ。ともかくも嫌な仕事だな。左右菊はちやほやしてくれだろうが、おめえのためにはいい加減にして引き上げた方が無事だろうよ。あんまり恩を着せられるとろくなことはねえぜ。平次の調子は少し年寄りじみた意見になります。もう引き上げますよ。左右菊の用心棒でいとこの陣八が思いのほか用事が早く片付いて、明日か明後日は経路となりました。この男が経理さえすりゃ千人力で、気の抜けたような色男は束になってきても指一本させるこっちゃありません。純八というのはそんなに強えのか。近在の百姓の子で草相撲の大関だったそうですよ。親の言いつけで伊勢まで行ったが、思いのほか用事が早く片付いてすぐ江戸へ戻るという便りが昨日ありました。そらどんな男だ。わしも会ったことがありませんが、左右菊に言わせるとあんな正直ないい男はねえというし、江戸のお先に言わせると
あんな武男は広い江戸に二人とはあるねえということで。松川放送で鼻筋がなくって目が少し赤んべいで、その代わり体は大変だそうですよ。いきなり二段目突き出しても柄だけは恥ずかしくなかろうという代物で、そんなのが頑張っていたらさよぎくは家業になるね。男に飽き飽きして男くせえのはそばへも寄せたくねえという師匠です。今度は塩を用心棒に頼んだのも自分の留守中を心配した純八の知恵だということです。何しろ嫌がらせといたずらがうるせえから、用心棒でもいなきゃ気味が悪くておちおち眠られねえという騒ぎで、大層なこったな。もっとも純八が着物町へ泊まるのは夜だけ、昼のうちは踊りを稽古に来る娘子供を怖がらせねえように芝口の自分の仕事場に戻って、街道筋の旅人を目当てのわらじを作っているそうです。自分の仕事場といっても芝口の雑穀屋の蔵の裏にひさしだけ出した一粒ほどの小屋で、寝る世話はねえし昼は握り飯で間に合わせるから小金をうんと貯めているだろうと、さよぎくは笑ってましたよ。八五郎の報告はこれで終わりましたが、この話の中にはもう恐ろしい事件の伏線があったのです。第三章。それから10日ばかり経ったある日の朝。銭形の親分さん、着物町から八五郎親分の付けで回りました。すぐおいでくださるようにとのことで。それは町中の使い走りをしている体だけは丈夫そうな中年男です。どうしたんだ、八五郎が間違いでも起こしたというのか。着物町というと踊りのさよぎく師匠のところだろう。その通りで、もっとも間違いを起こしたのは八五郎親分でなくってさよぎく師匠の方で、あの師匠はこの間から変なものに狙われていたようだ。怪我でもしたのか。怪我じゃございません。喉をついて死んだそうで。何、自害をした。ありそうもねえこったが。栄養映画が好きで、浮気で贅沢で、男から男へ飛び石のように渡って歩く女は、どう間違っても自殺などは思想もありません。よし、行ってみよう。平次は早速支度をして干物町まで飛びました。行き着くと、そこはもういっぱいの人だかり。悩ましくも美しかったさよぎく師匠の死に顔を見るつもりか、女も男も水をぶっかけられても散りそうもありません。やじ馬を押し分けて御神刀をくぐると、それと知って八五郎がいとも頼もしい顎を出します。親分、妙なことになったんで返答がつかなくてお呼びしましたよ。どう考えたって極楽など行きそうもねえ師匠が自分で喉をついて死ぬでしょうか。なんという口を聞くんだ、少しはたしなめ。平次は思わず辺りを見回します。八五郎の遠慮のない言葉が隣の部屋の仏様の耳へ入りそうで、平次もヒヤリとしたのです。大丈夫ですよ、みんなそう言ってますよ。この世が面白くって面白くってたまらねえ人間は容易に死ぬものじゃねえって。まあいい、おめえの理屈を聞きに来たわけじゃねえ。その仏様に会わせてくれ。こっちですよ。案内されたのは隣の八畳、それに小さな板敷きの舞台がついて、ここで年に何度かの小さいおさらいもできるようになっております。その舞台の隅の方に喉をついた師匠のさよぎくが明けに損んだまま平次の来るのを待っていたのです。手をつけなかったのか。みんな気味悪がって手をつけるもんもありません。足がつけのものと一緒に駆けつけたのは明け方で、それから親分に使いを出しましたが、ゆんべのままの姿を親分に見てもらいてえと思いやしてね。そりゃいい安兵衛だ。もっともあの綺麗なさよぎく師匠があんなすごい顔になろうとは誰だって思いやしませんよ。君を悪がるのも無理のねえこって。どれ。平次は近づいて死骸を起こして思わず息を呑みました。顔が揚げ幕の方へ向いているので、こうするより他に傷口を見る方法はなかったのです。傷は右の喉、丸い顎の下から肩口までも深々と下向きに刺したのはやや大ぶりの合口で、死んださよぎくはその束の上の方を右逆手にしっかと握っております。おそらく自分で喉を刺したのが致命傷で、握った手のひらも
解く暇も力もなく、そのまま息が絶えたのでしょう。合口の歯は横内側へ向いておりますが、大動脈を切ったすさまじい血は襟から胸腰に及んでおり、油の乗った丸い顎も真っ赤に染めておりますが、口から上にはほとんど血の跡もなく、カーッと開いた大きい目は宙を睨んで、恐怖とも絶望とも言いようのない不思議な悪相になっております。舞台の上はさよぎくが立ったままで死んで、それから倒れでもしたように思いのほか血だまりもなく、反対側の方二軒ばかり先に合口の鞘が落ちているのは、自分の手で夢中になって投げ飛ばしたのでしょうか。恐ろしい顔でしょう、親分。八五郎は死骸に聞かせては悪いようにそっと平次の耳にささやきました。観念した顔じゃねえな。平次の答えには眼蓄があります。親分、これが純八さんで。八五郎の引き合わせたのを見ると、27、8の大きな若い男。なるほど、八五郎が言ったように類の少ない武男ですが、宮相撲の大関ぐらいは取ったらしい見事な恰幅です。銭形の親分、ご苦労様で。顔の不気味さや体格の雄大さに似ず、腰も低く言葉も丁寧で、柔和な感じさえ与える不思議な男です。とんだことだったね。ところで、ゆんべのこの始末を誰が一番先に見つけたんだ。お隣の伊勢屋の若主人友吉さんで、騒ぎ出しているところへあっしと下女のお咲が一緒に戻りました。おめえさんと下女のお咲はどこへ行っていなすったんだ。お咲は受け人になっているおじさんの家へ行っておりました。あっしは頼まれた仕事があって、いえ、高輪の荒物屋へ20足のわらじを明くる日の朝までに入れることになっておりましたので、師匠に断って、ゆんべは4つ過ぎに来ることになっておりました。お先の親類というのがやはり芝口で、女の一人道は怖いからと、帰るとき仕事場にいる足を誘ってくれて、4つ少し過ぎた頃一緒に戻ってくると、お隣の友吉さんがこのうちの門口で気が触れでもしたように騒いでおりました。へえって見るとこのありさまで。へえ、話の筋はよく通ります。純八の仕事場というのは芝口二丁目裏、お先の親類というのは芝口三丁目と円助町の境。二人は打ち合わせて一緒に帰ったのは無理のないことでした。そのお隣の若主人を呼んでもらおうか。平次が合図すると、八五郎が飛んでいって、青白くてひょろひょろした男を連れてきました。25、6のいかにも臆病らしい人間で、昨夜からまだ震えが止まらないといった様子です。平次の前、さよぎくの死骸の見えるところへ引き出されると、ガタガタ胴震いしております。なんかご用で。友吉さんと言ったね。ゆんべのことを詳しく聞きてえが。もう何遍も申し上げましたが、店を閉まって師匠のうちのお勝手を覗くと、お勝手が開いて奥には明かりがついております。何気なく上がってみると、それはもういつものことで、相手さえいれば声もかけずに上がります。明かりは舞台で、師匠はその上の方で折れ込んだように倒れております。驚いて手をかけると、あの血で。友吉は唇をなめてごくりと固唾を飲むのです。で、それから夢中で飛び出し、大声で人を呼びますと、折よく純八さんとお咲さんが戻ってまいりました。師匠のうちに長くいなかったのか。とんでもない。私と師匠の仲は町内の評判になっておりますが、女房がうるさいので覗いてみるのが精一杯。それも女房がお勝手で何かやっている時に限ります。さよぎくに溺れた友吉が女房のおとりの嫉妬の目を盗んで、さよぎくの顔を見に来るのでしょう。したがって、さよぎくの家へ来る時は、女房のいる場所ややっている仕事をしかと突き止めてからでなければならないことになります。他に気のついたことはなかったのか。
私が入ると入れ替わりに誰か外へ飛び出したものがあるように思います。お勝手の戸が語りとなりましたが、私も面食らっているのでよくは気もつけませんでした。それは純八とお詐欺じゃなかったのか。いえ、純八さんとお咲さんはそれから間もなく表の方から戻ってまいりました。ありがとうよ。ところで西洋菊は金を貯めていなかったのか。平次は元へ戻って純八に尋ねました。20両や30両でなくしっかり貯めていたと思います。純八は素直に答えました。それはどこにあるだろう。無事だろうな。すっかり気が点灯して見ずにおりますが、師匠の今の塞いだ炉の中にあると思います。そんなものを見せたのか。師匠は私には隠そうともしませんでした。男はみんなで自分に貢いでくれると思い込んでいるのか、金の置き場所を人に隠そうともしない寄付の人でした。純八は苦笑いするのです。前世の遊女が金を金とも思わないようにならされたようなもので、極端な娼婦型のさよぎくは男からもらいためた金を大してありがたいものとも思わなかったのでしょう。平次は早速さよぎくの居間に入り、そのこたつ炉を塞いだ小畳をあげました。ひどい灰ですが、その炉の中にはかき乱された灰のほかには何にもなかったのです。はい、なくなっていますよ。純八の驚いた顔というものはありません。少なくともこれは芝居ではなさそうです。第4章、さよぎくは明らかに自殺しました。自殺の原因はほとんどなく、派手で陽気で世の中が面白くてたまらない女が自分の命を自分の手で縮めるということはありうべからざることのようにも思えますが、下女のお咲やいとこの純八に言わせると、そんな陽気で贅沢なさよぎくもたった一人になると私はすくすく死にたいと思うなどと柄にもないことを言ったというのです。それは明るさの影の暗さ、陥落極まって悲哀といった人の心の不思議な動きとも見られ、一方からはまた女というものは自分を奥深く美しく計りがたく弱々しく見せるためにたくましい生存欲を押し包んで死にたいなどと全く腹にもないことを言いたがるものだとも解されるのです。ともかくもう少し調べてみよう。平次はうさんそうにしている八五郎を促して、この事件にもう一歩踏み込む気になったのです。ヤクザの又五郎は牧町の裏長屋に住んでおりました。八方を借りだらけのネズミの巣のような家で、正しい職業を持たない者、掛け事と嫌がらせの生活をする者のどん底まで落ち果てた生活の見本のようなものでした。いるかい。八五郎が声をかけて入ると、こら八五郎親分。今まで昼寝でもしていたらしい当の又五郎がネズミの巣から首だけ出します。干物町の師匠が死んだんだが、又五郎兄は顔を見せないのはどういうわけだ。仏様は恨んでいるぜ。冗談で。又五郎は照れくさそうに寝すぎてむくんだような顔をなで上げました。27、8のいかにも不景気な男です。背が低くて青黒くて、不節制な生活と酒毒にやられたブヨブヨした体、昔はいくらか良かったであろうと思われる目鼻立ちもこの不健康に損ねられて、まともに見る影もありません。干物町の師匠のところへいつ行った。平次が代わって問いました。先月からずっと見えりゃせんよ。あんまりいい顔をしてくれねえんで。そうでもあるまい。大層親しくしていたというじゃねえか。景気の良かった頃は何とか言ってくれましたが、金の切れ目が縁の切れ目で。又五郎は悟ったことを言うのです。ゆんべおめえは日野木町へ行かなかったか。よいから寝ておりました。師匠が死んだという話を今朝になって聞いたぐらいで。うちの中を見せてもらいたいがいいだろうな。平次はもう敷居をまたいでおりました。そりゃ困りますが、一人もんで構い手がねえんでひどく散らかしておりますから、そんなことは構うもんか。平次は又五郎の牽制を八五郎に任せて狭い家の中に入りました。又五郎がひどくそれを嫌がって邪魔をしようとする様子でしたが、八五郎に圧迫されて入り口の隅に身動きもできません。
八五郎の馬鹿力に比べるとこのヤクザは気ばかり強くても全く歯が立たない様子です。平次はそのゴミためのような汚い家の中を念入りに調べておりましたが、こいつは大した獲物だよととうとう外貨をあげました。布団の足の方に風呂敷に包んで四隅を結んだどっしりしたもの、開けてみると5、60枚の灰だらけの小判がザクザクと出てくるではありませんか。お、そら慌てて飛びつこうとする又五郎は襟首を取られて八五郎に引き戻されました。これは何だ又五郎。平次の声は厳しくなります。わしの金ですよ。近頃うんと芽が出て5、60両儲けただけのことで、餌をつきやがれ。三文博打で何年当たり続けりゃこんな低金になるんだ。それは八五郎です。どこの賭場で儲けたんだ。これから調べてみる。嘘をつくと厄介なことになるぞ。平次は追求します。それがその小判には安倍川餅ほど灰がついている。干物町の師匠の炉の中に隠してあった小判がなくなっているんだぜ。そんなことをわしは知りません。西洋菊師匠の死んだのが自殺でなくって人に殺されたんだと分かるとおめえは間違いなく下手人だ。とんでもねえ。だからありのままに言っておかねえと難しいことになるぜ。申しますよ、やぶん。いや、いいんでしょう。西洋菊師匠を殺すなんてそんなバカなことが。又五郎はすっかり観念してしまった様子です。それじゃあ俺がおめえに代わって話してやろう。いいか、おめえはゆんべ西洋菊師匠を覗きに干物町へ行った。ゆんべの5つ半過ぎ、いや4時分かな。中がシーンとしているんで、お勝手から入り込むと師匠は稽古舞台の上で死んでいた。一度は肝を潰したが、西洋菊が今の炉の中に大金を隠してあることを思い出して恐る恐る引っ返し、灰の中から5、60枚の小判を盗み出し炉の上を塞いで出るとき、お勝手口から隣の酒屋の若主人の友吉が入ってきた。おめえはそれをやり過ごして裏口から逃げ出したんだろう。おめえが下手人なら日の高くなるのに小判が消えるほど温めて寝ているはずもあるね。よしや西洋菊は自害ではなくて人に殺されたのであったにしても、この肉体的にも精神的にも大敗しきった男の仕業ではあるまいと平次は見て取ったのです。その通りです。それに間違いありません。でも私はほんの出来心と散々西洋菊におもちゃにされた腹いせに炉の中の小判を持ち出しました。足が師匠に入れ上げた金だって50両や60両はあります。嘘をつけ。5両か6両がせいぜいだろう。勘定もしておりませんが、あっしはこれぐらいのことをしてもいいわけで。バカ、人の金を盗んできてこれぐらいのことをしてもいいとは何という言い草だ。西洋菊師匠に入れ上げた金に未練があるならおめえも地獄へ行って取り返せ。まあそういったわけで、ハチ、ともかくもう少し調べていることがある。俺と一緒に来い。又五郎とその小判は町役人に預けておくがいい。逃げたきゃ逃がせ。今度捕まったら西洋菊殺しの下手人でお仕置きになる。平次は八五郎を促して次の場所へ向かいました。第5章。浪人石沢金之助は金杉の裏棚に住んでおりました。平次と八五郎が訪ねて行くと、これはまた下へも置かぬあしらいです。銭形の親分か。いや、よく知っている。もう一人は八五郎親分とか言ったな。俺は西洋菊の遊戯賞を節穴から覗いているところを見つかってひどく叱られてな。あれはあの女の張り見せだったのさ。町内の若い者に節穴から遊戯賞を覗かせてそれを楽しみにしていたんだ。たまたま私もやって八五郎親分にたしなめられただけの話さ。いや、もう面目次第もない。その西洋菊は昨夜自害をしたそうじゃないか。そのことで伺いましたが、俺は何も知るものか。西洋菊のところへ遊びに行ったこともあるが、それはもう半年も前のことだ。あの女ははっきりしていて金のない者へは笑顔も見せなかったよ。ゆんべは西洋菊の死んだのも知らずに旧藩の友人を訪ね、碁を打って酒を飲んでとうとう泊まってしまったよ。先の名は小日向の荻野淡路の神御家来磯中三五郎殿。行って尋ねてみるがよい。話は甚だはっきりして少しの疑いようもありません。
そこを出ると平次の足は同じ町内の地主藤屋万兵衛を訪ねましたが、これは55歳という見る影もない老人で、いやもう天罰てきめんじゃ。あの女は背負いきれないほどの罪を作っている。人手にかかって死んだというが、私は下手人を買って出てもいいが、自害と決まっては張り合いも抜けるよ。自分の罪に責め立てられてふらふらと死にたくなったんだろう。そんなことを言うのです。平次はそれをいい加減にあしらって、今度は新両替町から竹川町へ向かうのです。親分どこへ行くんです？下女のお先の親類と師匠の用心棒でいとこの純八の仕事部屋だよ。さよぎ師匠はやはり殺されたという見込みで？いや、自分の手で合口の塚頭を握って自分の喉に突っ立てているんだから、間違いもなく自害だろうよ。でも俺にはどうも腑に落ちねえことがあるんだ。どんなところですよ、親分。ああ、もう少し付き合ってくれ。サヨギクはどう考えても自害などをする方の女じゃねえんだよ。炉の中には小判で5、60両隠してあったし、あの女は利口だから他にどこかへ回して利に利を生ませていることだろう。そうでしょうか。じゃあ下女のお先の叔父で受け人になっているのはこの荒物屋じゃねえか。芝口三丁目の裏の小さい荒物屋、平次はそのうちを訪ねて下女のお先のおじという年寄りに会いました。めいのお先はいろいろの用事で昨日昼頃から参りました。帰りは夜になるが、同じ芝口二丁目の仕事場に小四つを合図に純八さんを誘って一緒に帰るから少しも心配なことはないと申しましてな。その頃の江戸の町は宵からはもう若い女一人では歩けなかったのです。連れになる純八は何をしていたんだ？注文のわらじが忙しかったそうで、あの人は目黒在の百姓の子ですが、昔はなかなかのいい男で、若い頃はさよぎ師匠の許嫁だったそうですよ。二十歳過ぎの宝刀であの通りの顔になり、今では自分から引いてさよぎ師匠の許嫁面もせず、昔の用心棒で我慢しているからです。考えてみるとかわいそうで、もっともあのわらじは大したもので、あれは全くの名人技ですね。指の力があってよく締まる上に根が器用な人で、いかにも仕上げがきれいですから、お大名のお国入りの行列などがあるとたくさんの注文があります。高輪の問屋は一手にそれを引き受けるので、私どもなんかは欲しいと思ってもなかなか回してもらえません。昔の旅人にはわらじは何より大事なもので、わらじ作りの名人というものがどこの国にもあり、それは実に美術品と言ってもいいほどの美しいものでした。その上出来の良いわらじは持ちもよく見た目もきれいなので、旅慣れた人はわざわざそれを求めて街道筋に踏み出したのです。その純八のこさえたわらじを見せてもらいてえが、ここにはございません。芝口二丁目の仕事場へ行ったら一足や二足はあることでしょう。平次はその他にもいろいろ尋ねましたが、お先と純八はただの商売で何の関係もなく、お先は片一方の出戻り、純八は江戸一番の武男で、これは浮いた関係でないことは言うまでもありません。お先が帰ったのは増上寺の鐘が四つを打ったのと一緒でした。あれから純八さんを誘っても道順ですから、干物町へは四半時ともかかりません。それが荒物屋の親父から出た全部です。そこからは一日を離れている純八の仕事場も覗いてみました。大きな雑穀屋の裏、土蔵の後ろへかけた庇の中が純八の仕事場で、藁がいっぱい積んであり、熊手や藁打ち台やわらじ作りの小道具がむしろの上に整然と置かれてあります。平次に頼まれて雑穀屋の老番頭が立ち会ってくれ、何かと説明をしております。あの純八という人は
宮相撲の大関を取ったというにしては至極の固い人で全く関心な男です。昼はここで仕事をして、夜は干物町のいとことかの家へ用心棒に泊まるのだそうですが、勝負事は嫌い、遊びは嫌い、もっともあの顔じゃ干物町からは近い安比国だって相手にしてくれません。そんなことを言うのを聞きながら、平次はなおも仕事場の中を調べております。仕事が夜になることもあるでしょうな。月に一度か二度そんなこともあります。ゆんべも昼から仕事を続けて四つ過ぎまで明かりがあったようで。明かり？寒い時は火鉢を持ち込みますが、火が危ないので大抵は暗頓にしてもらいます。これが純八のこさえたわらじでしょうな。平次は藁の上に乗せてあった20足ばかりのわらじを取り上げました。いかにも手際のいい藁仕事です。昨夜四つまでかかってこしらえて、まだ高輪の問屋に届けずにいたものでしょう。それだけのわらじを作るものはめったにないそうで。およよ。平次は藁の底から一つの粗末な財布を引き出したのです。紐を解いてむしろの上に開けると、中から小判が15、6枚、小粒で2、3両。大した金持ちでありませんか。いや、それぐらいの金は持っていますよ。その辛抱人の純八が金を持っていなきゃ不思議なぐらいで。なるほどね。灰も何にもついていねえから安心しろよ八。平次はそう言って財布を元の藁の中へ隠しました。番頭に分かれて外へ出ると、八五郎の耳に、おめえはこれからすぐ目黒財の純八の家へ行ってみろ。先月おめえが代わりに干物町の用心棒をした時、純八は本当に伊勢へ行ったかどうかそれを知りてんだ。え、すぐ行ってきましょう。今夜は遅くなっても用心したい。うん、返事は今日のうちに聞きて。頼むぞ。第六章。八五郎が目黒の財から明神下の平次の家へ戻ってきたのは、その晩も真夜中近い時分でした。一本つけさせた平次はそれを迎えて、さてどうだ、純八が伊勢へ親のようで言ったのは嘘だろう。その通りですよ親分。目黒財の純八の親の家へ行って聞くと、先月の末10日ばかり、純八は不意に家へ帰ってきて、入りもしねえのに百姓の手伝いなんかして行ったそうです。なんだってそんなことをしたんでしょうね。江戸を開けたかったのさ。そうしておめえを左右菊の用心棒にしてやりたかったんだよ。伊勢へ行ってくるにしちゃ少し早すぎると思ったが。え？まさかおめえが目黒まで調べに行くとは思わなかったこったろう。これだから調べ事は手を抜いちゃいけねえな。平次は自分へ言い聞かせるように言うのです。一体どうしてそんな細工をしたんでしょう。わしには少しもわかりませんが。はじめから話してみよう。干物町の左右菊の死んだのは、あれは自害じゃねえ、立派な殺しだったんだ。どう見たって自害じゃありませんか。自害なら自分の部屋で踊りの師匠だもの、膝ぐらいは縛って綺麗事にやるよ。稽古舞台の板敷きの上で普段着のままで死ぬものか。それに合口の鞘が2軒も遠くへ飛んでいるのも変だし、血が襟から胸へ流れて板敷きに血だまりのねえのも変だ。あれは死ぬまで立っていた証拠だ。武蔵坊弁慶じゃあるめえし、そんなことはできるもんじゃねえ。死ぬまで立って？誰か後ろから押さえていたんだよ。猿ぐつわをかませて。顎から上に血のついてねえのはそのためだ。合口の塚を左右菊の手に無理やり握らせて、男の大きい手のひらがその女の華奢な手のひらの上から合口の塚を握って喉へ突っ立てたんだ。それは凄まじいことでした。八五郎も思わず息を呑みます。合口の先が下の方を向いて上から逆手で突き下げたようになっていたし、合口の歯は横を向いていた。恐ろしく力の強い背の高い男が女の背後から抱きつくようにやった仕業だ。ひょろひょろの友吉やぶよぶよの松五郎じゃねえ。すると純八？あの男だよ。いとこの左右菊におもちゃにされて悔し紛れにやったんだろう。あんな木一本の男は怖え。左右菊はいろいろの男に狙われていることをおめえに見せておくために
伊勢へ行くと言って留守にし、さよぎくに言い含めて御用聞きの八五郎に泊まってもらい、さよぎくを殺しそうな人間を三四人見せておいたんだ。へえ。さよぎくには殺し手が大勢あることを見せておけば、自害でねえと分かっても純八へは疑いが来ねえという細工だろう。あの晩は急ぎのわらじの注文で芝口の仕事場にこもって四つまで仕事をしたと言っているのに、今日行ってみると作ったわらじが二十足もきれいに用意してある。仕事場にこもると見せて五つ半少し前に抜け出し、さよぎくを殺して仕事場に戻り、四つに誘いに来る約束のお先を待ったんだ。へえ、恐ろしい細工ですね。いとこのさよぎくはあのみっともねえ男の純八の許嫁だったんだ。亭主だったかもしれねえよ。あんな顔になってもまだ自分に夢中なのを知って、さよぎくは犬っころをからかうようにめちゃめちゃにからかったおったろう。どんな臆面もねえ恥っかきなことをしたか分かったもんじゃねえ。遠までされてお預けを食らった純八はさよぎくの身持ちを見せつけられて、いよいよ我慢がなりかね殺す気になったんだろう。さて、人を殺す気になったらやはり自分の命が惜しい。一月もめえからおめえというものまで引っ張り出して、あの献立をこしらえ、自害で済めば上々、万一殺しと分かっても自分は逃れる気だった。不定野郎ですね。すぐ出かけて行って。八五郎は生きり立つのです。待て待て、俺は芝口から経理干物町を覗いてみて、純八につまらねえことを言っちゃったよ。芝口の仕事場を見せてもらって、八五郎を目黒材のおめえのうちへやったとね。純八の顔色はさっと変わったから、これはしまったと思ったよ。今頃はもうどっかへ逃げ出してしまったこったろう。ほやめ、それわざわざ逃がしたようなもんじゃありませんか。とんでもね、御用聞きがわざわざ人殺しの下手人を逃がしていいもんか。でも俺はさよぎくの方がよっぽど罪が深えと思うよ。閻魔の蝶の天秤はピンと上がるぜ。まあ飲むがいい、まだ酒は残っているようだ。平次はとっくりの尻をなでてきな臭い顔をする八五郎を見上げるのでした。野村古道作、銭形平次捕物控えより、用心棒書室オール読み物、昭和27年1952年10月号より読み切り。